U-23 サッカーベトナム代表は、ベトナムサッカー連盟によって編成される、ベトナムのサッカーの23歳以下のナショナルチームである。23歳以下の選手を対象とするオリンピックに出場するためのチームである。そのため、オリンピックの前年には、U-22 サッカーベトナム代表、そのさらに前年には、U-21 サッカーベトナム代表と呼称が変わる。 オリンピックの出場歴はない。アジア競技大会サッカー競技には2002年大会に初出場し、2010年大会、2014年大会ではベスト16入りを果たした。2018年に行われた AFCU-23 選手権中国大会ではグループリーグ初戦で韓国に1-2と逆転負けしたものの2戦目で前回大会で敗れた。 オーストラリアに1の0と勝利し、3戦目でシリアをスコアレスドローに抑え、同時刻に試合のあったオーストラリアが韓国に2の3と敗れたためグループ2位で代表初となるベスト8へ進出した。準々決勝ではイラクと対戦し、3から3で延長戦でも決着がつかず、PK 戦となったが5から3と勝利した。準決勝では、 カタールとの対戦でこれも延長戦で2から2と決着がつかず2度目の PK 戦となり4から3で2試合連続の PK 戦勝利で決勝戦へと進出したそのウズベキスタンとの決勝戦では前半8分に先制されるもグエンクランハイの大会5得点目となるゴールで同点に追いつき試合はそのまま1から1で90分が終了しベトナムとしては3度目の延長戦となった その延長戦ではこのまま PK 戦かと思われた。終了間際に、ウズベキスタンに勝ち越しゴールを決められあと一歩のところで、優勝を逃し準優勝となった。この活躍に、ベトナム国内は大きく盛り上がり、準決勝の際は、観戦に備えて同日試合の行われる午後を休業にする企業もあった。ありがとうございます。